皆さんこんにちは。平成唯一の三冠王である松中信彦さん、プロ通算352本塁打、 NP バスト史上初の3年連続120打点など素晴らしい成績を残してきた松中信彦さんですが、晩年は素行の悪さが大きく取り上げられてしまいました。2016年に現役を引退されてしばらく経ちますが、引退後の現在は何をされているのでしょうか。他にもすごすぎる自宅やその住所、嫁との離婚、子供が難病など様々な噂があります。今回はそんな松中信彦さんの噂の真相を調べてみました。まずは松中信彦さんのプロフィールから見ていきましょう。名前松中信彦、出身地熊本県八代市、生年月日1973年12月26日、投打左投げ左打ち、ポジション一塁手、左翼手、指名打者。松中信彦さんは2004年に打率358、44本塁打、120打点をマークし、長いプロ野球の歴史の中で7人しか成し遂げていない。打者として最高の栄誉である三冠王を獲得しています。松中信彦さんが達成する前は1986年に落合博満さんが達成して以来の記録であり、松中信彦さん以降は2022年にヤクルトの村上宗隆選手が達成するまで長らく達成者が現れませんでした。それだけ偉大な選手なのです。それでは松中信彦さんの晩年には一体何があったのでしょうか。長年主砲として活躍しチームを牽引していた松中さんでしたが、晩年は素行の悪さが大きく取り上げられてしまい、野球人としての終わり方は少し寂しい形で終える結果となってしまいました。発端となったのはやはり2013年のボイコット事件でしょうか。この年ソフトバンクは交流戦で優勝を果たし、セレモニーを行ったのですが、優勝を決めた日の試合で秋山浩二監督の自身に対する起用法に納得がいかず、優勝セレモニーに参加せず自宅に帰ってしまったことで監督が激怒し無期限の二軍落ちとしました。これが原因で素行が悪いと大きく取り上げられてしまいましたが、実は松中さんの言い分もしっかりあったそうです。ですが結局2人の間に大きな溝ができる形となってしまいました。後に松中さんは謝罪のコメントを発表しています。しかし功労者のベテランでもチームの輪を乱す行動を取ると容赦なくファームに落とすあたりは、秋山浩二監督もなかなか強引な決断をするものだなと思いますね。この抹消以降は一軍復帰を果たせなかったため、一軍公式戦への出場はわずか9試合で、入団1年目以来の本塁打ゼロに終わりました。このためシーズン終了後の契約交渉では前年に続いて球団から減額制限を超える年俸を提示となり、前年から 50% 減の推定年俸3500万円で契約を更改しているのです。その後は年齢的な衰えも関係していたのか、なかなか松中信彦さんの成績も上がらず、出場機会を求め他球団への移籍とオファーを求めソフトバンクを退団します。しかし素行の悪さの印象が大きかったのか、それとも年齢による懸念もあったのか、どこも獲得に積極的なチームはなく、そのまま2016年3月に引退を発表され、少し後味の悪い終わり方となりました。では松中信彦さんは現在は何をされているのでしょうか。松中信彦さんは解説者を務めた後に四国アイランドリーグプラス香川オリーブガイナーズのゼネラルマネージャー兼総監督に就任しました。その後日本ハンドボールリーグの公認アンバサダーにも就任し、ハンドボールの普及にも努めています。そして2020年10月に契約満了によりゼネラルマネージャー兼総監督を退任しました。2021年には千葉ロッテマリーンズの春季キャンプで臨時コーチを務めました。もともとはキャンプ中のみの予定でしたが、3月26日に球団と契約を延長し、臨時打撃コーチとしてシーズンに入ってからも定期的に指導を行っています。しかし11月14日までに同職を契約満了となりました。ちなみに松中信彦現在と検索すると嫌われ者と出ますが、引退後も何かあったのでしょうか。気になったので調べてみましたが、どうやら引退後ではなく現役中の嫌われエピソードが未だにネットでは根強く残っていることが分かりました。ボイコットだけではなく他にも現役の頃の素行の悪いエピソードがたくさん書かれています。交流戦優勝賞金の分配をめぐり、小久保博樹さんが裏方さんを含め広く分配することを主張したのに対して、松中信彦さんは出場選手だけに分配すべきというような主張をした。自身の大豪邸をテレビに紹介し自慢、女性ファンへの対応はいいけど男性に対しては露骨に嫌な顔して対応した時があった。酒好きで知られていて、クライマックスシリーズの直前に選手を夜の街に連れ出し
若手が急性アル中になるということがあり、フロントが激怒した。若手を子分のように扱い、顎で使っていたなど、たくさんの噂が出てきます。どこまで真実なのかは分かりませんが、一度ついたイメージはなかなか消せないもので、未だにいろんな噂が流れているようです。松中信彦さんは以前から人の気持ちをあまり考えず、周りとうまくやれないタイプと言われていたそうです。次に松中信彦さんに噂される嫁と離婚していた件について見ていきましょう。松中信彦さんの嫁は福岡県を拠点に活動するフリーアナウンサーの林恵子さんです。以前は関東地方を拠点に活動していましたが、子供が生まれてからは活動拠点を福岡県へ移し、テレビ西日本の番組でキャスターを務める傍ら、福岡の企業コマーシャルにも出演するなど、ローカルタレント的な活動もしています。松中信彦さんが現役中に成績不振に陥ったことが原因で嫁と離婚するという噂が流れており、現役引退されてからも一部で嫁と離婚していたと言われているようです。また松中信彦さんは風俗通いをしているという噂があり、風俗嬢たちからも態度が悪いと悪評が絶えませんでした。このことが離婚理由なのではないかとも言われていました。しかし嫁さんとは離婚していませんでした。それどころか不審中ずっと支えてくれていたのが嫁さんですし、福岡では揃ってガス会社の CM に出演しています。そんな2人が離婚する可能性は低いでしょうね。子供も2001年に長男、2007年に次男、2011年に三男が生まれています。そんな順風満帆な中、次男がネフローゼ症候群という難病を患い入院していたことがあるようです。その後松中信彦さんは本拠地のヤフードームの貴賓室であるスーパーボックスの一室を私費で利用契約し、松中キッズボックスを設置しました。多くの難病に苦しんでいる子供たちに野球を見に来てもらい、元気と勇気を届けたいという意味を込めて作られたそうです。松中信彦さんの引退後は松田信弘選手が受け継いで活動を続けられていました。次に松中信彦さんのすごすぎる自宅について紹介します。テレビ番組で松中信彦さんの自宅が公開され、大豪邸すぎると話題になりました。さすがは元三冠王という、外観からかなり立派な自宅です。中は3階建ての 6LDK だそうです。一流スポーツ選手は自宅に筋トレをする部屋があることが多いですが、松中信彦さんの自宅にももちろんありました。筋トレ器具の他には酸素カプセルもあります。このような大豪邸を手に入れる背景には選手の並々ならぬ努力があってこそですね。では松中信彦さんの住所はどこなのでしょうか。さすがに住所までは公開されていませんでしたが、推測では福岡県福岡市中央区の六本松や愛宕浜だと言われています。愛宕浜は本拠地のペイペイドームから近く、高級街の街だそうです。六本松は都心部やペイペイドームからほど近い中央区の地域拠点といえます。どちらにしても元三冠王の松中信彦さんが住んでいてもおかしくありませんね。いかがでしたでしょうか。松中信彦さんは現役時代に言動が問題視されたこともあったようですが、引退後の現在はそういう噂もなく、嫌われているようなことは全然ないみたいです。むしろ村上宗隆選手が三冠王を達成したことにより、現役時代の成績が再評価されていて、再度注目が集まっているようです。あんまり多くを語るタイプではないということもあり、勘違いされやすいというタイプなのかもしれませんね。芯が強い性格で周囲とぶつかることもあったのかもしれませんが、野球に対しては真摯に向き合っていたようですし、悪い人ではなさそうですね。現在は野球解説者をしつつ、長男の部活をきっかけに少年ハンドボールのチームを立ち上げるなどの活動もされているそうです。家庭を大事にしていて、野球に携わる仕事もしているようですし、充実した生活を送っているのではないでしょうか。打撃技術は超一流なので、いつか指導者としての松中信彦さんも見てみたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。